ずっとずっと南の方の暖かい海。その海の底にはきれいなサンゴなどがいっぱいあって、魚が暮らしていました。わーい、朝だ。おじさん、おはよう。よっ、トビウオの坊や、いつも元気だね。坊やか、ありがとう、ありがとう。早く用意してよ、じゃあね。急がし屋のおじさん、出発の時間だよ。いやいや、坊やも早いね。はい、すいません、じゃあね。おじさん、出発だよ。大丈夫、用意はできているよ、坊や。さすが、じゃあね。元気のいいトビウオの坊やですね。この坊やに大変なことが起きてしまいます。今日はそのお話、トビウオの坊やは病気ですというお話をしましょう。なんのおかげで目が覚めたよ。それじゃあ、さよなら。さようなら。さあ坊や、行くぞ。帰ってきてからまたな。うん、きっとだよ。あら、みんな集まってるようね。トビウオのお父さんたちは今日遠くのサンゴ礁までお仕事に行くのです。さあみんな、出発だ。1は2。遊ぼう遊ぼう遊ぼう。今ダメ、お勉強。ちょっと待っててね。はい。じゃあこれは1+4。6。うわ、6だってさ。そんなのできないの。バカみたいな。俺たちすぐ分かっちゃうもんな。簡単簡単。さあ行こう行こう。うん、行こう。こんなバカかまっていられねえ。明日の朝までゆっくりやってろよ。いい？一つの貝と四つの貝ではいくつ？5つだよ。ほーら、できた。簡単じゃない。じゃあ、2+2は？二つの貝と二つの貝って…わかった！4さ！えらいわ、お利口さん。遊んできていいわ。ほんと？やったー。やったぜやったぜ。遊びに行くぞ。思いっきり遊ぶんだからな。遠く行っちゃダメよ。わかってるわかってる。みんなどこ行ったのかな。誰もいないや。
一緒に遊ばない？ダメダメ、今ご飯だもの。ってつまんねえの。よし、入れてやる。じゃあ、君が鬼だよ。わー、君が鬼だよ。行かせてやるぞ。行くぞ。よし、来い。待て。なんだ、ちっとも追いつかねえじゃん。くそ。やってごらん。坊や、今度はお母さんを追い抜いて前に出るつもりでやるのよ。いい？よし、坊や行くわよ。この日、ビキニというサンゴ礁の島で恐ろしい爆弾の爆発がありました。それはアメリカがやった水爆の実験だったのです。今から約30年ほど前、昭和29年の3月1日の出来事です。
まったようね。急いでお家に帰りましょう。これを捨ててくるわね。うん、お父さん帰ってきたよ。わかるかな、こんなになっちゃって。わあ、かわいそう。ねえ女神様、お願いだからお父さんが帰ってきたら僕んち教えてあげてね。こんな忙しいのは初めてだ。どうしてこんな病気がいっぺんに流行りだしたのだろう。頭痛いよ、痛いよ。坊や、しっかりして。わからん。私にもさっぱりわからん。先生、どうなんですか。この夜、方々のお魚が坊やと同じように高い熱が出て、頭がとても痛い病気にかかってしまいました。でもどうしてそんな病気が流行りだしたのでしょう。はじめは誰にも分かりませんでした。さあ急いで急いで。頼みましたよ。お医者さんたちがいろいろ調べてみますと、あの恐ろしい大爆発の後に降って雪のように白い灰をかぶったお魚たちがみんなこの病気にかかっていることが分かりました。あの灰にはきっと恐ろしい毒が入っていたのでしょう。お父さん、まだ帰ってこないの？僕迎えに行くよ。きっと帰ってきますよ。それまで元気になってね。隣のサンゴ礁では半分が死んだそうですよ。死んだお魚は幾日も幾日も海の上を流れて行きました。坊やのお父さんも一緒に出かけたトビウオのおじさんたちも何日経っても帰っては来ませんでした。ああ、
私の坊やはどうしてこんな病気になったんでしょう。平和だった私たちの海にどうしてこんな恐ろしいことが起きるのかしら。坊やが病気だというのにお父さんはどこ行ったんでしょうね。お母さん泣かないで。僕ね、良くなったらお父さんを探しに行くよ。だって僕飛べるんだもん。お父さんに見てもらうんだ。僕飛べるんだもん。それからずっと今でもトビウオの坊やは病気です。寝たきりの坊やは時々夢を見ます。飛べるんだよ。